皆様お久しぶりでございます。ガッキーの映画散歩めちゃ急遽始まりました。はい、映画散歩めちゃもうすごい久しぶりですね、やるのね。あれ今日何見たっけ、皆様申し訳ございません、タイト君の記憶障害が始まりまして、あーやばいな。もうね、もう見さっきもう言うても30分、40分前まで映画を見てたんですけど、もうすでに忘れたっていう現象が起こってるんですけど、あれかね、覚えてるよ、覚えてるよ、我が家の戦争のやつやな、なんか痺れる系や、痺れたね、うん、そういう痺るじゃない、あ、違う、ある意味痺る、痺る系、痺る系の、そう、戦争映画、そう、痺った映画で、はい、はい、どういう意味なんですか、え？ちびるぼう、ちびるぼう、長ない。その読み道は長ない。散歩道、散歩道の、いや違う、散歩してるでしょ、一本道、あのいつもの道を行かんとちびるぼうです。どうでしたどうでしたか。僕実はね、2回目の、ね、2回目の園田さんがね、初めてのちびるぼう映画館自体が久しぶりっていう、もうだいぶ久しぶりでね、急遽ちょっと予定が来ましたね。シビルウォーなんですけどね、そう今日見た映画がシビルウォーで、よかったよね、すごいいい映画だったよね、あれね。あのアメリカ内戦、もしアメリカで内戦が起きたらどうなんねんっていうお話を、はい、まあ、あるカメラマン、ベテランカメラマンと新人カメラマン目線で、あ、そういう映画だったんですね。最初見た時何が起こってるか分かんなくて、そうですね、え、これがニューヨークなの、架空のアメリカっていう設定もあると思うんですね、はいはいはい、多少 SF は SF の、あの、はい、ただまあリアルに描いてるんで、実際ロードムービーね、なるほど、そうそう、だから今回その2回目見たところで、ガッキー的にはなんか答え合わせができたって言ってたけど、なんかどういうことなのかちょっと知りたい、ね、へー、あーね、なんかすごいやっぱりカット割りとか構図が長いぐらいしっかり考えられてて、一番最初のシーンで、うん、あーって思ったのが、うん、E が、うん、テレビで大統領の演説を聞いてるシーンなんですね、うん、でそこでずっと言ってるのを、まあ、写真を撮るんです、それをお前を撮ってやるみたいな覚悟を決めるかのようなシーンで、まあ、ストーリーの流れ的にはアメリカ大統領にインタビューしに行くっていうのが、うん、中心に話があって、それに覚悟を決めるようなシーン、そのホテルの一室でそれしてたら、その外で、うん、爆撃が、うん、爆発するんですよ、うん、それと同時にすげえうまいなと思って、うん、いっすら窓側に、うん、その地図でアメリカの地図で、うん、まあ、内戦というか今どういう状況やっていうのを書いてる地図が出る、うん、それとその爆発の振動と鏡がガンッ揺れるんですよ、うんうん、だから今のアメリカってこれぐらい揺れ動いてるやばい国になってんねんっていう見せ方なんやなって、なるほど、すげえなんか印象になんか残っては残ってもう一回見直すと、うん、あ、そういうことなんやとか、まあ、ほんまそのいろんなシーンのカットカットとかすごい印象残ってて、大体見終わったら忘れることが多いんですけど、すごい覚えてて、その答え合わせをなんか、うん、あ、このシーンカットってそういう意味だったり、なるほど、そういう答えをですね、できてすごく理解を見てよかった。え、他にもあったんですか。他にはね、なんかあったか、ちょっとその間にリップクリーム塗っとくわ、うん、リップ中です。まあでもやっぱりね、僕らはやっぱカメラやってるんで、映像やってるんで、やっぱりそのいろいろどういうカメラ使ってるんやろうとか、あ、もうそれなんやけど、最初そのつもりで行って、うん、それを考えることを放棄するぐらいいい映画やった。あのね、技術的な目線で見ようと思ったら見れなくなっちゃって、2回目がいいんですよ。かもしれない。2回目じゃないと冷静に見れる、冷静に見れる、あの没入感がな、よかったね、そう、わかんないか、ほんますごいですよ、うん、なんでなんやろな、あれ、まあ、カメラマンさんが一緒にプレステ一緒に入って戦場カメラマンとして同行するっていう、やっぱりあの僕らにちょっと近い目線、報道する側の目線があるんで、それを実際に僕らも一緒に見てるっていう、で、まあ、主役の人たちこう一緒に戦場を見ながらもう銃構えるかのようにこうカチッて撮ってこうとかやってるようなっていう、ね、音もそこで止まったりとかして、なんかその写真の見せ方がなんかその映画ってこうやって写真を見せるんだっていうのを改めて、なんていうのか、勉強になったよね、あれ。
ですね。でちゃんと金沢の写真とか無音になる、はい、素晴らしいですよね。音一回戦場の音すらも消えちゃうし、いやあれは映画館ならではよ。そうなんです。あれをテレビで見ちゃうと、その環境音がある状態で見ちゃうと、なんかその演出として薄れちゃうんですけど、そうなんです、サウンドデザイン、ただただあ音消えてるやんってなっちゃうけど、あの映画館の箱の中で無音になるからこそ意味がある演出やなっていうのをすごい感じましたね。ほんまにいいコメントありがとうございます。そうなんですか、ほんまにもう映画をね、この愛する人の皆さん映画を見ない人たちのためにも一回映画館に行ってください。それやね、それを見たい。ほんまにクリエイターさんでみんな作ってサウンドデバイスって、やっぱり映画館で見る手を考えて映画作ってるんですよね。ただどうしてもっていう映画でも、いや映画館で見なくてええやんっていう映画でもちゃんとやっぱりサウンドデザインなりいろいろ考えてるんで、ぜひ見って思う映画でもほとんど映画館で見た方が、それはほんまに思った、うん、今回このリーの目線かと思ったら結構少女のなんていうんですか ね、もう一人の主人公の気分で見るっていう見方もなんか途中から気づいて、うん、徐々にこう感情を入れようとしたんですけど、やっぱ私としてはやっぱりどうしてもリー側の目線で見ちゃうんですけど、その最初めっちゃ気になったのが、あの映画で一つだけ違和感を挙げるとするならば、じゃあ音楽なんですよ。なるほど。音楽がずっと引っかかってたんですよ、うん、でもこれは二面性やなっていうのが分かって、うん、その体で見るとすごく腑に落ちたんですよね、うん、実験音楽みたいな、うんうん、イントロの音楽だったりとか、優しい音楽とともに美しい火花の中を車が行くシーンとか、あそこで自分が、うん、映画制作の立場で音楽つけるってなったら分かるの気持ちは、うんうん、楽器的にはどういう気持ちでつける？僕的には、うん、まあ劣等感というか、うん、まあ浸るとこなので、うん、ある意味その一番出来事が起こって、うん、まあ落ち着かせる、まあそうやね、部分のことになるんで、うん、まああの音楽の使い方はむしろ、うん、僕の中の正解かなとは思ったし、やっぱりそのすごい急展開のことが悲しいことになってるので、そこをちょっと落ち着かせるためにも、うん、そうね、ああいう映像で表現するし、音楽もここで落ち着かせるっていう、うん、でそのまま僕あの後のシーンすごい好きなのが、うん、あのもう一人の、まあ、ドライバーというかインタビューする人間も、うん、あの人がもうあのちょっとの間でいろんな人を亡くす、うん、自分の親友というか仲間を、うん、であの音楽はずっと続いたままその現場に到着して軍隊の基地に到着、うんうん、で無音でって感じだよね、うん、音楽と共に、うん、あれそこまで引っ張るためにはもうやっぱりこうグッてくるし、うん、やっぱ印象残るし、だからこう延長線でうまい使い方かなと思って、うん、思いました。うちも同じで、やっぱ感は9大なんですよね、一回、うん、落ち着かしたいし、かといって悲しい曲ではなくて、ちょっとこうよく映画あるあるやけども、うん、すごい曲線をあえて外していくやん、はいはい、あ悲しい曲じゃなくて明るい曲なんだみたいな、ね、それはそういう着地になるよなと思いながら聴いてたんやけど、それでもどうしても違和感が拭えなくて、うん、その、まあ、彼らだと無音の状態でいろいろこう基地についていろんな感情を持っている人たちがいる、あの音楽が流れてしまう、あの音楽が終わったところにはもう何ていうの、終わっているというか死んでいるというか、うん、悲しい状況がやっとこう、うん、みんなも伝わって、うん、で次の戦地へ移動する、うん、でもう一つのファンキーっぽい感じのファンク系の曲をチョイスして、まあ、ブレイクビーツに近いんですよね、あれブレイクビーツだったと思うんだけど、うん、あの曲を流れてるのももちろん違和感やったけど、でもあるあるではある、うん、ああいう戦闘シーンであえてちょっとあのノリノリな、もうやりそうじゃない、みんな、うん、みんなやるじゃんでも現場と合ってないんですよ、そんなに、うん、あ、まあ、勝手な意見ですよ、勝手な意見ですけど、現場と合ってないファンキーな曲を載せてるんですよ。でそれも全部の曲がそれぞれ意味があるって思って推測していくと、私は1本繋がったんですよ、うん、それやって。でもまだ言わない、まだ言わない、最後だ、最後、一番大事な、ね、最後の最後ですね、はいはい、死んでから曲が流れてるんですよ、はい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 、いいですね、はい、
彼に対しておやすみなさいじゃないですけど、はいはいはい、なんかちょっと皮肉を込めたなんかおやすみなさいソングなのかなとか、はいはい、まあ、ちょっとそういうノリで終わらすよね、はい、と思ったの、はい、だけどそれもやっぱり違和感だった、うん、うちにとっては、うん、それぞれのテーマソングやと思ったんですよ私、うん、最初の実験音、まあ、途中でも実験音楽っぽい感じも流れるんですけど、やっぱそれは少女の、名前はジェシーだったらジェシーかジェシー、ジェシーのテーマソング、うん、で、緩やかなクロストゥーユー的なあのね、あの音楽、あれはあのおっちゃんのテーマソングなんですよ、まあ、新入子おっちゃんのテーマソングなんですよ、サミーやったかな、サミーのテーマソングで、ワシントン DC のやつはあのイケメンじゃないけどヒゲの、 あの運転とかしてたあの細い スリムなおっちゃん、メキシコ系、うん、メキシコ系のおっちゃん、あのおっちゃんのテーマソングなんですよ。で最後の最後、あれは大統領じゃなあの大統領でした、まあ、いや、あの人じゃなくて、少女のテーマソングってうちは思ってるんですよ、うん、そうやって見ると結構あの腑に落ちるというか、死にゆくサミーか、サミーがこう、ああ綺麗だな、うわなんか火花飛んでるけど、うん、火花に見えるホタルみたいだ、うん、みたいな感じの、もうそのだけ、そんな時に流れる音楽って考えると、周りの音が全く聞こえない状況っていうのも理解で、あいつが叫んでいても、どんなんかヘリコプターの音が鳴っていてもみんな無音、うん、自分だけにしか聞こえないあのバラードがずっとかかり続けてる状況、うん、って考えると、あなんか見れるの、そういう風に見れるの、ちゃんと、うん、違和感なく見れるんですよ、うん、でファンキーっぽい曲もあいつはその前にラリってるから、うん、そのラリってる状況で考えると、うん、あの曲がめっちゃ合うんだよね、うん、だ彼のドーパミンの状態を指してる音楽やなくちゃ思ってる、うん、で実験音楽的なやつは彼女の野心的なその性格を表してるんじゃないかなと思う、うん、で最後の最後で おやすみソングに見えたけど、実はそのベイビーは彼女で、彼女が夢を見続けるための野心的なソングを可愛く可愛くベイビーベイビーって可愛く言ってるんじゃないかなっていう風に捉えまして、それぞれのテーマソングとして見て、そしたらなんかそのそれぞれの場面のカットにもうちゃんと意味が、意味っていうか感情が伝わってくるんですよね。確かに感情にね呼びかけるような存在でね、うん、リーですよね、うん、でリーがなんかもうリーの性格がどんどんこうあの本編でどんどん変わってくるんですけど、そこもやっぱちょっとこう分かるような気もしてて、うん、今まで刺激物をたんまりこう取ってきた 人がどっかのタイミングでやっぱどんどん思い出してフラッシュバックして PTSD みたいになってどんどん病んでいく、そんな様子がそのなったんじゃなくてなる過程を私たちは見てたんじゃないかなと思ってるんですよ、うんうん、でなりかけてたけど、でも彼女はやっぱ現場でのそのセンスっていうのは忘れてなくて、もう明らかにこう社交が入った目線でキラッてこう彼女だけ気づいてたんですよ。あそこいいシーンですね。彼女が唯一多分あの何ていうかな、あの精神が戻ってきたっていうよりは直感が働いた、直感働いて違うってなって、でももう精神的にはダメージを受けたそんな中でフラフラ、まあフラフラではないけど、まあ行って勘の通り動くんですけど、でそれをやっぱこう見てね、ジェシーはあの人みたいになりたいっていうのがやっぱ強すぎるから、うん、どうしても前に出る前に出る、うん、前に出たがる、ね、そう、それが災いして ね上がっちゃったけども、ね、でそれはもう言ったらループなんだろうなっていう、だ第2の D がここから誕生していくっていう、ね、D が徐々に蝕まれていく状態っていうのを見せ方って、普通やったらネガティブな方向で見せてるけど、うんうん、その彼女が忘れてた頃のその感情っていうのを思い出すトリガーっていうのをちょこちょこまばらにこう散りばめてる、例えばこの平和の中立地帯なんかちょっとよくわかんないけど、平和な街に来て、あーなんかこんな感情忘れてたわ、でもサミーはいやいや覚えてた頃の感情だよみたいな感じで、こうチラッと上見てみなみたいな感じだったり、でこうチラッと見たらやっぱあそうやった、ここは戦場やったわ、
っていうのを彼女は改めて思い出すし、スナイプされた瞬間でも自分だけカメラも持たず横たわってこうただただその奥の戦場よりも手前の花だけをこう見ているっていう、なんかところどころ蝕まれてるっていう、心が病んでいってるというか、自分が今どこにいるんだろうというのが分かんなくなってきているっていうのを平和的な見せ方でドロドロさせていくっていう感じがうちは結構好きで、ただただ病ませるのは簡単やん、言わせたいんだよね、どんどんラリっていけばいいのよ。だけどそうじゃなくて、ああいうなんか優しく蝕んでいくっていう見せ方で感情移入させるのうまいなーって思うね。あれはちょっと嫉妬よね嫉妬する、あの力はないけどでも嫉妬するよね。嫉妬はなっちゃうと、ね、すごいものを取られたなっていう、ね、あれはすごいね、敗北感。そのね、ガッキーが言ってたその構図だったりのセンスがやっぱすごいし、え、ここフォーカスこんな送り方すんねやとかもあるし、画角こっから入んねやとかもあるし、なんか見せ方がいちいちね、すごいだよ。すごいくんな。すごいね。ほんまにすごい。想像もつかない。なんとなくすけど、映像ってやっぱ始まりと終わり、視点終点が必ずあるんですけど、視点って結構難しいじゃないですか。まあ、監督はまあ用意スタート言いますけど、でも映像の編集的には、切るところは編集マンのセンスになっちゃうから、それをカメラでも決めちゃうっていう見せ方は、ちょっとね、意外というか、ここまで決め込むんやっていうのが感じた。うん、だからそこら辺は、素材を見ないとわからないとこだけど、多分あれは計算で視点を決めて、こっからカットして、こっから入ります。だからこういう送り方します。こういう、画角から入ります。この画角センスと、その演出、こっからこういくっていう。これはね、で考えたね。ああ、そうなのよ。だから、ちゃんとストーリーラインを把握しないと思いつかないこと多いの。特にフォーカスはやっぱり私大好きでし、一番好きだったのがチェイス、カーチェイス。はいはい、はい。カーチェイスって言うのもあれやチェイスじゃないんだけど、チェイスしてる時が一番好きで、シンプルに、ここカーチェイスのシーンですよって言われたら、ああいうフォーカスにならない。あれ、ちょっとやっぱり、追ってきた車をアウトフォーカスして、ずっと見せないようにしてる、でやっとバックミラーを見て、あ、なんか何かああいう車かなってすぐ切って、はい、あんなワイドな絵でフォーカスをあえて送らない、奥の車を送らない、もうだってもう手前の過ぎ去ってね、あえて奥に送らないのを2カットもやってるの、2カットもやる必要ないのに2カットもやってるの、それがね、勇気がいるし、だから撮影段階で監督がそれで行こうって言わない限りはうちは やりたくないかなって怖くて、それは奥に絶対ピンと行くよ、手前行ったら、手前がいなくなったらもう奥に行くか、もうそのまま全部アウトフォーカスするかしけど、 あえてもう置くね、ピンはここに置くね、なんか思いっきりの良さがやっぱね、計算づくなんだな。まあ撮ってる人がね、まあ、そもそもそういう計算でやってるかもしれないし、誰がやってるかは分かんないけど、この糸を、音質糸を、ちゃんとフォーカスの奥にの意味もちゃんとある、ね、あるなね、だからあれがもしかしたら鉄かもしれないね、不安を煽るためにフォーカスを送らない、だってあれ送りたくなる震度の深さだね、震度が微妙に深いのよ、若干のピンズレ感がずっとあるんやけど、それがあえてそのちょうどいい不審な車に見えてるというか、みんなが気になる気になるっていう引っ張りというか、あの見せ方はほんま難しい、難しいし、やろうと思ってできることじゃない。でもぼかす、なんていうの、あのめちゃめちゃ浅いレンズ使えば、送らないっていう手はもちろん候補に上がるけど、ちょっと深いから、遠いしね、遠いし、そんなにこの望遠でもなかったから、あのピントがちょっと深いのに、そこであえてちょっとだけぼかす。うわー、むずいなー、送りたなっちゃうわと思って、あれぐらいだったら送っても分かんないから、正直、不審者かどうか、まあ、不審者っていうか、車種がちょっと分かる程度でいいじゃないって思っちゃうけど、あえてそこをこう一貫して2カップにつけたってことは、まあ、そういう意図なんだろうな、めっちゃ思う、いい映画見たな。そうだからね、技術面にもすごい素晴らしいね、あるので、ちょっといろんな方に見ていただきたいですよね。そうなんだよ、そうなんだ、ね、
この僕が言うことじゃないけど、やりたい人、若い子、映画を見なさい。ほんまに。すいません、すいませんでした。ほんま、映画を見ろ。久しぶりみたいな。久しぶりみたい。全部詰まってるから、映画を見たいって言って、YouTube 見に行ったらあかん。映画館でそういうのは見たい。もう全ての最新の技術、めちゃくちゃすごい入ってるからね。ああ、ごめんごめん。ちょうどだけ思い出したけど、やっぱリーの前にね、ジェシーがちょっと割って入る、まあ、DC での銃撃戦かな。はい、ね、ちょっと怪我して仲間を手当てしているところを、ジェシーが割って入って、はい、で、それをリーがカメラも構えず、静かに座って、はい、同じ目線に行くんですよね。はい、行ってました。はい。すっごい印象的だ、あれ。あれはあれワシントンじゃないですか、最初っすよ。最初はあれ最初ら辺の中盤ファンキーな時よ。ファンキーの時、ファンキーあの昼間でしょ。昼間、昼間、そうあそこね、一番初めてジェシーが激戦とびっくり。うん、そうですそうですそうです。ジェシー興奮しながら、はいはい、ずっとカメラをね、車線も割って入って、はい、もうこれもし先輩だったらめちゃめちゃ怒られる、怒られる。でもそれを静かに後ろからこうしゃがんで同じ目線で見るんですよね。目でシャッター切ってるんですよね、リーは、ね、あそこら辺ぐらいからもうリーの感情がだん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 伝わってきてて、最後なんてもうほぼカメラ構えてないじゃない。そうな、うん、いやほど撮ってきたんじゃない。撮ってきたし、やっぱ刺激にまみれた人の感情ってもう刺激に対して刺激じゃなくなるから、なんか頭おかしい状態になってて、でもその忘れてた頃の平和な街並み、平和な花なんや、心安心できる、癒しされるものっていうものにどんどん目がこう向いていっていってる状態、きっかけが割って入った時から、うん、あれでなんか自分もこういう目線で撮ったなってなって、でその後彼女の写真を褒めるんですよ。スタジアムかどっかで、うん、その時の写真もいい写真ねみたいなこと言うんだけど、リーもきっとその場面で撮ったんやろな、うん、あそこのあのポジションで撮ってたんやろな、それを辿ってきてるのをどういう目線で見てるか分からんけど、まあ親目線というかね、うん、娘みたいな感じで見てたのか、それとも私の若い頃っていう風に見てたのか、それとも私にはもう撮れないわって思ってたのか、うん、いろんな感情がね、あそこの瞬間で訪れましたね。そう言われると結局ね、リーが撮った写真は劇中で一回もほぼ見えてないですよね。あ、そうなの。そう、だから一番覚えてないでしょ。あの最初の、なんか最初だけ初めて会った時は撮ってるとかあったけど、あれだけやな。そう、あとの劇中の戦闘シーンに関しては、うん、ジェシーが撮った写真しか。あ、でもほら、戦闘始まって最初リー飛び出したんですよ。最初の一本の柱のところに、はい、あの時は撮ってる、はい、あれはあったか。あ、1枚ありました。あ、はい、頭1枚はあった。隠れて動きなくなってるところをと撮ってた写真があった。あ、それでその後も、うん、ジェシーの写真って感じだったから、はいはい、でもあとはほぼね、確かにその精神って全く撮らなくなって、徐々に徐々にもう写真数がなくなって、そうそうそう、だからほぼジェシーの撮る写真が結構それで、うん、そうやな、見せる、まあそれも心情の表しなのかな、うん、ね、実際 B が、そうやね、じゃなくてスナイパーの時も完全に寝てたからそう置いてた、ね、この時にはもう結構来てたな、うん、手前の花も面白いなって私、うん、インカム傷で折れてるんですよ。そう、しおれてたやつをね、そうそう、しおれたやつにピンを送ってる、うん、カメラもこだわりやけど、 B の顔の、手前花越しもちゃんとしおれてたし、はいはいはい、こっちもしおれてたし、はいはい、だから同じものをしっかりちゃんと撮っている、はいはい、普通やったら演者さんの配置次第では花も変わるからさ、まあ場所配置も変わるからさ、まあ、あれもそれをあえてちゃんと同じものを見せてるっていうのをこだわり感じたし、いやそれはやって当然なんですよ、やって当然ないけど、やらなくてもいいところではあるから、一瞬やったし、ね、一瞬やけど監督のちょっとしたね、こだわりという、うん、伏線という、うん、いいですね、いいですよ映画って、うん、本当に、あ、締めにかかってる、いいですね、任せようか、え、いや、待て、もういいんだよ、どういう、え、どうです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 、年ですか、年のタイミングですけど、あ、でも、はい、ちょっとこれは、はい、まあカットする前にちょっとあれですけど、はい、僕は途中で出てきたメガネのちょっと気が狂った軍人さん、
あの赤いメガネかけて気が狂ってるんですよ。前何アメリカ、俺らアメリカ人言うてんのに、どこのアメリカ人？そうやな、こんまい。何言うても赤いやつやこいつって。ずっとこのすっきまんまんです。そうそう。ほんでお前何日本のコロラドか、ええやお前どこや？ホッコンですよ。バーンって。いやもうあのねキャラクターがね、なんちょっともう大ぼらないでも欲しいですけど、ちょっと園田さんに見えました。なんでよ。なんでよ。なんか楽しそうだな。なんか撃つものあったの。いやいやいや。プラス。あ、そう。これ。あ、怖いねこれ。あんな理不尽なやり方しないから。本来やったじゃん。本来やったらもうちょっと詰める。あれね、赤いメガネかけてたじゃん。うん、あれちょっとおもろいなと思って。手術室とか、うん、あの手術着って何色っすか？青か。なんでですか？え、何色が考えてるの？あれはその手術やってから赤いものしか見ないんですよ。血ばっか見るんですよ、はいはい、だから目がおかしなんですよ。へえー、そうなんだ。からその目を休めるために青いものとか反対色とかね、っていうので落ち着かせるじゃないけど、自分 の、 なるほど、あのメンタルも、ね、うん、まあ、落ち着かせなあかんから、ちゃんとこう戻ってくる場所のためにこう青いもんだったり緑のもんだったりが周りに多いんですよね。確かに、もう赤いもんしか、うん、あの辺ないもんね。そうそう、うん、っていうことで考えると、あの赤サングラスは元から自分なんていうの、あの浮かれようとしてたのか、気が狂ったものを最初から狂いたい。まあ、狂わないと多分打てない。打てない。だから、それ表現してるかな？かもと思って、イカれてるのをもう表現するために赤いサングラスのかなと思って。はい、だって、片やヒゲの、はいはいはい、運転してた子ね、はいはい。あの人の、あの人なんてもう普通に葉っぱを吸ってるし、それ回して、みんなで吸って、はい、楽しんでっていうのをやらないと、精神をやっぱりね、保っていられないから。だって自分が手を下してるわけじゃないのに、精神が浮かれていく、うん、やっぱ恐怖もあるから。そうだね、緊張もね、うん、それやったら打つ方なんてもっと精神浮かれるから、うん、だったらもう最初から血を見てもあの動じないように赤サングラスで。なるほど、うん、だからもう何て言うの、簡単に言うと血が小さい、はい、血が小さいからこそ最初からあのもう赤いの見とけば怖くない。これ確かにそうかもしれない。で思って見てた。なるほどね。あいつはもう最初からヤバいやつやから話通じないと思って見てました。なるほどね。で、あのデイハウスすごい有名な人なんで。あ、そうね。うん、なかなか開演される人なんですけど、メイキングバックとかに出てはりました。その時もちょっとイカれた役。あ、結構そういう役が多いです。似合うんだね。そう似合う。そう。うまいんですよ。なるほど。うまいんですけど、みんながね、あの役を、ね、あ、確かに、ね。断ったんですよ。もう怖すぎて、やりたくイメージが悪くなる。それをあえていろんな人断ってきたのに、その役者さんはやるよって自ら言って、正直あんなちょっとして脇役じゃない、主役を張れるぐらいの役者さんです。あの場では主役やったよ。あの場では持っていきますよ。なんかぐらい、なんかメイキングでは実際にもうほんまに怖くて、そう役者陣もみんなほんまに泣いてた。いや、怖すぎた。だからあの演技はちょっとみんなマジだし。ああ、なるほどね。いや、そりゃそうだわ。あれはね、誰の案なんだろう。じゃあ聞いてみたいね。そのあの赤サングラスを誰の指示で、もしあの本人が持ってきたんやったら、うちは結構ね、好き。でもね、園田さんの当たりかもしれない。多分自分で考えた。あ、マジで？多分自分で選んだ感じがします。だったらめちゃくちゃ好きになるわ。あの役者さんすごい。ちょっとあの、ブサイクにしたマット・デイブンの曲が好きです。ブサイク？いや、かっこいいですけど。ちょっとかっこよすぎて、若干最初は、イカれ具合があまり入ってなかったんですよ、はい、だけど最初の一発目ね、はい、の時がすごい、はい、あ、なるほど、こういう風に行くんやと思って、はい、こういうタイプやったんやってなってからは結構イカれ具合が入ってきて、はい、あ、いいね、いいねって。ほら、あのイカれ具合、いいね、いいねって言うぐらいしたの。やっぱり共鳴してますね。おい、どこ生まれや。そう。悪いで、この大人のノリ。お締めにかかってるというのに。ね、いつも通りで締められないんですよ。ということで、はい。星は何点ですか？あ、でも、園田さんから聞いたんですね。あ、うちはだって。僕見てるから。僕見てるでしょ？ってことは評価できる。あ、もう状態じゃない。うちはだって初めて見て、しかも、久しぶりの映画館。もう映画館のまず感動がすごかった。あ、よかった。え、ここ
売店人がいないのっていうところだったり、そのトレイとかを片付けるのが、あ、これセーフなんやとか、いろんな感動があって、映画館も変わってる。なんか映画館はね、やっぱイベントやるんですね、行く楽しさって、やっぱ外でポップコーン買って、雑誌見て、やっぱり外に行って、なんかそれだけやっぱ楽しめるね、うん。ぜひアメリカ、アメリカに行ってください。アメリカもすごいですけどね、あの映画界で足を運んでいただきたいと思います。ということで、映画に行ってよかったの話でした。じゃあ、星は？